はいどうもシルガプライドです今回は10月のフォーカスとプレーヤーでセレクトした11人の紹介とガチャの方をやっていきたいなと思いますまず10月のフォーカスの紹介なんですけれども今月の85以上だとハズレというハズレの選手はいないので緑虹を蹴って絶望することはないんじゃないかなと思いますそんな10月のフォーカスでセレクトした11人を紹介していきたいなと思います まず1人目は川崎のレアンドロ・ダミアン選手ですダブルスキル持ちで異次元シュート超絶ボレーどちらも発動しやすいスキルですしオフェンス値の方もボーナスセンス込みで1500を超えてくるので非常に強いです2人目は京都のヨルディバイス選手ですバイス選手もダブルスキル持ちでスキルの方がガーディアン・レーザービームと組み合わせもいいですしディフェンス値の方もボーナスセンスを考えると1500近くまでいくので非常に強いです 3人目は F マリノスのエウベル選手です。フライスルーパスの上位スキルであるレインボーアーチパス持ちで、しかも両サイドウィング両サイドハーフできるというところで使い勝手はいい選手だと思います。4人目は鹿島の犬飼選手です。ガーディアンインターセプトとスキルの組み合わせがいいなと思います。ボーナスセンスがパワーなことが少し残念なところです。5人目は山口の高井選手です。 スキルの方はインサイドカッター、チップパスと連続して発動するスキルの組み合わせではないんですけれどもそれぞれのスキルが強いです6人目は札幌の小柏選手ですアーチドライブ、音速ドリブルとスキルの組み合わせもいいですしオフェンス値もボーナスセンスを考えると1300を超えてくるというところで非常にいいなと思います7人目は湘南の谷選手ですパーフェクトセービング1対1の集中力とスキルの方もいいですしディフェンス値の方も ボーナスセンスを考えると1500を超えてくるというところで非常に強いです8人目は名古屋の相馬選手ですスキルの方が高速ドリブル高精度クロスと組み合わせがいいなと思いますセンターミッドフィルダーに薄い適性があるのが少し気になるところではありますけれども途中出場でも変なところで出る心配がほとんどないのが嬉しいところです9人目はガンバのパトリック選手です スキルの方はポストプレイヤー豪快ボレーとどちらもそれなりに発動するスキルですしオフェンス値もボーナスセンスを考えると1300を超えてくるというところで強いです10人目はトスの小山内選手ですスキルがフォックスインザボックスと豪快ボレーなので真ん中で使ってほしいなと思いますまだ戦力が揃ってない初心者の方にはいい1枚だと思いますラスト11人目は大分のミサオ選手です ピンポイントタックルインターセプトとスキルの組み合わせもいいですしディフェンス値もボーナスセンスを考えると1400を超えてくるというところで強いですしかも左サイドバックができるというところもありがたいポイントです今回も欲しい選手は多くいるので誰か一人でも当てれたらなと思いますセレクトした11人の紹介を終えたところでガチャの方やっていきたいなと思います今回ガチャ券2枚とガチャチケ10連 を一回やっていきたいなと思います。まずはガチャ券いきます。まあ、個人的に一番欲しいのは原選手です。では行きます。五十五券は白玉でした。たたた福岡の村上選手。 続いてお気に入りクラブガチャ券いきます隣案件ですね残念です片山選手今回最後にガチャチケ10連の方をやっていきたいなと思いますではいきます あまり緑虹流れてないですねただチャレンジしていきたいなと思いますでは行きます虹ですね隣の隣に緑虹が見えたんでそちらの方蹴りたかったです 今回のガチャチケ10連2次で出た85の選手は、ツエーゲン金沢の大橋選手。グレード86で、レーザービームインターセプト。悪くはないですけど、まあ、売却案件ですね。まあ、いい引きとは言い難い引きでした。まあ、特攻という意味でも、ただの緑でも良かったんで、フォーカスが欲しかったところですけれども。 フォーカスを手に入れることはでできませんでした今回パネストで上位に入れば MVP の藤本選手とかも獲得できる可能性があるので資金なかなかないですけどパネストの方頑張って周回していきたいなと思います今回の動画はこれで以上となりますよければチャンネル登録・高評価の方よろしくお願いいたします